鈴木俊三は日本の実業家、旧姓は木村。金が淵防石株式会社、鈴木式食器株式会社での勤務を経て、鈴木自動車工業、株式会社社長、鈴木自動車工業、株式会社会長などを歴任した。1903年5月24日に生まれ、愛知県のぬかた郡岡崎町にて育った。浜松高等工業学校に進学し、 機械化にて学んだ。1927年、浜松高等工業学校を卒業した。その後、金が淵知宝石に技術職として入社した。この頃、実業家の鈴木道夫と出会い、道夫の長女との縁談が持ち上がった。1931年、道夫が経営する鈴木式食器に入社するとともに、道夫の長女と結婚して、鈴木家に向こう入りし、 道をの用紙しとなった。鈴木式食器においては、主に設計企画から輸出業務に至るまで幅広く手がけた。1951年、自転車に原動機を取り付ければ運転者の労力が軽減できるとひらめき、翌年にバイクモーター、パワーフリー号を発売し、ヒット商品となる。1954年、鈴木式食器は、鈴木自動車工業に、 解雇されるが、引き続き学府である鈴木道夫を支えた。この頃、鈴木自動車工業は四輪車の製造に進出しようとしていた。四輪車事業に積極的な道夫に対して、春蔵は当初会議的であったが、後に必要性を理解し協力するようになる。1957年2月、道夫の公認として、鈴木自動車工業の第二大社長に就任した。 1973年5月、春蔵の妻の義弟にあたる鈴木実次郎に社長の座を譲るとともに、自身は初代会長に就任した。1977年に死去した。実家である木村家は鋳物業を営んでおり、技術者や学者を多く輩出している。生物学者の木村元を、及び科学者の木村克美は、いずれも鈴木春蔵のおいである。また、 向入り先の鈴木家は、鈴木の創業家として知られており、多くの実業家を輩出している。春蔵の幕府である鈴木道夫は、鈴木式食器製作所を創業し、後に鈴木式食器を経て、鈴木自動車工業を設立した実業家である。春蔵は、道夫の長女と結婚して、鈴木家の婿養子となり、道夫の養子師となった。春蔵の娘婿である。 鈴木治は、春蔵の長女と結婚して、鈴木家の婿養子となり、鈴木自動車工業、及び、鈴木の社長を務めた。春蔵の孫の鈴木俊博も、同じく鈴木の社長を務めている。また、春蔵の孫と結婚した、小野広隆は、通称産業省から鈴木に転じたものの溶接した。その他、鈴木自動車工業の、第三大社長を務めた。 鈴木実二郎は、道夫の三女と結婚しているため、春蔵の義前の夫にあたるなど、著名な経類縁者が多数存在するため、下記の一覧では、春蔵の親族に該当するもののみ記載した。ありがとうございます。